西大吾です。素晴らしいサポーターの皆さんの前でプレーできることを楽しみにしています。浦和レッズの成長のために貢献できるよう頑張ります。あとは皆さんに笑顔を届けたいと思ってますので、YouTube チャンネルもやってますお願いします。ありがとうございます。田中達也です。サポーターの皆様には達也と呼んでもらえると嬉しいです。全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。湘南ベルマーレから来た金子大輝です。しっかりと自分の特徴を出してチームに貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。今年の目標はその一番を目指して思ってます。とても嬉しいことですし、たまにメンバーがいるので上から見てるときに自分のユニフォームが追ってくれる人がたくさんいるとすごい嬉しいので、メンバー外になったときこそ来てほしい、来てほしいなと見てるのということで。本当意識はめちゃめちゃしてますし、本当に僕が小さい頃からずっと憧れ続けていた選手だったので、今回こうやって11番もらえた時に達也さんにも連絡させてもらって注目して見ているし、新しい田中達也像を作ってくれっていうふうに言われたんで、はい、もうすごい励みになってそれで頑張ろうと思います。浜野プレスとか2004年から2010年まで、一緒に、やりましたけど、まあ、その時は、まだ20代で右も左も分からぬ、プロの駆け出しの時に、一緒にやりましたけど、そこからまあ10年近く経って、まあ、僕も40になりますけど、そこでまた一緒に、仕事をするっていうところですごく気持ち的にも嬉しいというか、感情深い部分はあると思いますけど、本当に気持ちとともに、また仕事できるという喜びが、大きいです。はい、今回選んだ記録ではないんですけど、僕自身さんのことは、このプロから何人もいたので、清水さんが18番を背負っていたということはもちろん知っていて、なので、18番になったし、本当に光栄ですし、すごく嬉しいと思いました。本当に大学4年間では、まずいろんなポジションをやらせてもらって、もともとはボランチの選手なんですけど、サイドバックだったり、センターバックだったり、いろんなポジションができるようになったことも自分の強みになりましたし、本当に4年間で守備の部分は、ユースの時に比べて本当に成長することができたので、そういったところが成長できたところです。福島さんは本当にこう相手を考えながらこうしっかりポジションしていて、僕たちはこう前からプレスで行きましたけど、それをうまく剥がされて有利に作って、最後フィニッシュまでっていうそういう形はすごく戦術家のある監督ですし、そういうもとで僕もプレーしたいなっていうふうに思って、このグラウンドに来ましたし、本当に伊賀さんのもとで僕もこう一緒に成長していけたらいいかなというふうには思ってます。責任だったりっていうのは、本日のところからすごく言われているので、そこは自分がチームを引っ張っていけないんですけど、ちまちの部分で、2試合に行けたらいいかなというふうに思います。
昨シーズンは石川選手とも一緒にプレーしていて、まあ、技術的な部分で学ぶことが多かったですけど、まあ、今年からは塩田さんともプレーできますし、やっぱり経験が非常にある選手なので、まあ、技術もそうですけど、やはり試合での立ち振る舞いだったり、試合のに向けての準備とか、そういう気持ちの部分も、いろいろな部分を学び、そして、超えられるようにやっていきたいと思います。